はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。6時20分ですね。9月は10日の火曜日でございまして、こういうタイトルがあるとね、時々ね、誘惑に負けてね、プチッと押してしまうんですけど、これは多分ヤフーに載ってたんですね、最初。飲み会で三流は悪口で盛り上がり、二流は政治プロ野球の話題で盛り上がる、では一流はクエスチョンって書いてある。なんなんそれと思ってですね、つい見てしまうでしょ。これね、つい見てしまうんですけど、結局はしょうもなと思っていつも終わるんですよね。まあこれもそうですけど、まあ、ちなみにこう言うときますとですね、要は飲み会で何の話をしたらいいんですか。これそもそもこの設定がおかしいんちゃうかなと思うんですけど、飲み会で何を話せばいいのかわからない、このような悩みを抱えている人は多いって。抱えてへんって、そんな別にそんな相手によってちゃうやんっていう話ですよね。この人とはこの話題、あの人とはあの話題って、で初対面の人だったらもうお互いのね、お互いの話をちょっとずつしながらですね、相手が何者かをこう確かめていくっていう。で特にこう ねいつも思うんですけど、これやっぱり例のね、サラリーマンしょうもない話を随分したと思うんですけど、その系統なんですよ。サラリーマンには何かですね、正解のやり方があるっていうね、会社の中でどういうふうに振る舞えばいいか正解があるっていうふうに、日本人の硬い頭でですね、こういろいろ考えるというね、しょうもないあれですね、マニュアルみたいなの、同じ系統なんですね。あの時も結論はですね、そんな人によってやり方ちゃうんですよ。成功のやり方なんていうのはですね、100人成功者があれば100通りあるわけですね。サラリーマンでうまく出世したりとか100人でもその100通りのやり方があるわけであってですね、こうしてこうしてこうやればいいなんてもないんですよ、はっきり言って。で人によってできることできないことあるでしょ。そうしたら、ね、飲み会の話題でもね、その人にとって得意なもの不得意なものってあるわけなんで、いちいちこうやって教えてもらうかっていいと私は思うんですよね。でも日本人ってね、どっかに答えがあると思ってるんですよ。なぜそう思うか、なぜそうやって答えがあるかと思うかというとですね、受験勉強で洗脳されてるんですよ。受験問題には必ず答えあるでしょう。でも人間一旦学校を出て社会に出たらですね、まあ答えのある仕事もありますよ、公務員みたいにですね公務員の仕事の大半は答えがあります、こうしたねっていうのね。ところが一般民間会社の場合はですね、答えのある仕事をですね、こうしている業種もあります。総務とか、総務は完全に答えありますよね。人事もある程度答えあるよね、採用以外はですね。じゃあ営業に答えがあるかっていうと、まあ営業なんてね、ルーティン営業してるんだったら別に答えあるかわからないけど、開発してる、新規開発しなあかんとか、あるいは新製品を売らなあかんとかで答えないでしょ。どうやって売ったらええねんとか、それは一応こうやったらええでという会社の方針はあるかもわからないけど、それが正解かどうかわからへんやん、それを確かめるのは営業マンやんってことでしょ。で僕がやっていたクリエイターさんって答えがあったらどうなんねんって世界ですよ全く毎日毎日ですね、答えを探して歩くのがクリエイターであり、あるいは編集者ですね、はもう編集者ってクリエイター純クリエイティブな仕事だと私は思いますね。なんでそういう職業は特に答えないんですよ。そのくせなんかね、答えがあるようにあるようにって導いてですね、それで商売しようという連中が多すぎる。アホくさと、あまりにアホくさいから、もう見てると本当にね、若干腹が立つんですけど、まあ、騙される人がいる限り知らないなと。まあ一種の宗教みたいなもんですからね。で、これ何書いてあるのかというとですね、一流の飲み会で一流にいればあんのかアホと思うんですけど、悪口は三流やってるんですね。でその次が政治とプロ野球の話で、せえへんってそんな僕プロ野球の話なんか若い頃はしましたけど、政治の話なんかまずしませんよね。私の周りでは政治の話する人なんてほぼいませんよ。時々岸田しょうもないなとか言ってるだけで、あかんであいつとかっていつ変わんやろとかって言ってるぐらいで、その程度です。あっという間に終わりますよ。でも誰かがしたかったらね、それはやりますけど、でですね、ほんで、一番まずいのは悪口全般って、これやっぱりね、これはでもそう言えると思います。人の悪口っていうのはよろしくないですよ。避けられませんけどね。この前もね、おっさん飲み会でね、悪口というかですね、もうそこにいない人ですね、
で、その組織を去った人が会社にいるときどんだけ変なことしよったんやという話をです、ね、聞いて、うわっ、しやったんとかって盛り上がってました。はい、まあでもそのね、再び会う可能性のある人のあるうちは言うべきじゃないし、あんまり聞くべきでもないと思いますね。で、あんまりそのですね、あの人の噂話は好きです。私、誰々がどうしたのかこうしたのかで、あいつ今こんなことやっとんねとか、大好き大好きいっぱい聞きたい方です。でも悪口はね、あの嫌ですね。どっちかっていうと聞きたくないなという感じですね。まああんまりね、あの明るい話題ではないですからね。自分でもなるべく言わないようにしますけど。でですね、一番いいのは何かというとですね、ズバリ相手と熱い話で意気投合するのがベストですって。お前何言うてんの。そうですけど熱い話なんかします？僕しませんよ今の人生の中で熱い話をしたら、それはしましたよ、何十回かは。でもそれはいいとは思いますよね。どう、所詮酒の席でしょ。具体的な流れとしては、飲み会の序盤は話をしっかり聞いて、中盤で相手のプライベートに少し踏み込んでは話を盛り上げ、最後に熱い話に持っていくのが成功のパターンですってそれはお前の話やろ勝手に言うとりやってまあという本当ね、この手のですね、なんと言いますか、あのこれが週刊ダイヤモンドでですね、最も読まれた記事らしいんですよ。ユウさんっていう会食専門家幹事研修講師っていう、こんな職業はあるんですよね。しかも本名を名乗っていないけど、もう勝手なこと言ってんちゃうわと思いますけど、あのこんなんで、ね、会食が成功するかとかね、あの上司とどう付き合っていくかとか、どんなもん相手にもよるし、相手によりますよ。で、自分の得意が何かっていうのもよりますしですね、そんな成功のパターンなんてあるわけないんだよ、はっきり言って。いや、例のあのサラリーマンのノウハウ本もですね、あのびっくりしましたけど、こんなことでですね、人をだまくらかそうという低レベルの連中がいっぱいいて、またもそれよりもっと低レベルの騙される連中がいるということ自体に私は驚きますけどね。あの確かにね、こう挨拶の仕方とかね、あの礼儀作法の基本とかって、あるいは言葉遣い、文章の使い方ってありますけど、まあ、その程度知ってたらあとは何でもええやんと私は思いますけどね。あと、まあそのね、人によって全く違いますから、でそもそもサラリーマンというのはですね、理不尽な構図の中にいるわけですよ。あの上司を選べない、仕事を選べない、同僚を選べないっていうですね、まあ奴隷みたいなもんですよ、あきりで。その中でどうやってうまく生きていくんやっていう、そんなアホなことをノウハウかするよりももっと違うことを考えると私は思いましたけどね。はい、ということで、笑いながら読みましたけど、ダイヤモンドオンラインでございます。飲み会で三流は悪口で盛り上がり、二流は政治プロ野球の話で盛り上がり、では一流はって言ったらですね、熱い話で盛り上がるしょうもなって感じ。一応しょうもないページ貼っておきます。皆さんどう思われていましたか。